はい、実践不動産投資塾長の菊ちゃんです。今日はね、ゴールデンウィークの中にちょっと動画を1本撮っていこうかなと思います。ここ最近ね、ちょっとゴールデンウィーク中で仕事が業務が止まってましたのでね、動画を更新できてませんでしたけど、今日からまたねバリバリ配信していこうと思います。今日はですね、購入者の話についてお話ししていきたいなと思います。購入者の話の前にね、ちょっとね、最近ズーム飲み会をね、塾生の方とさせてもらってまして、前回で2回目です。日本全国のね、家主さんの方と10人ぐらい、もうかれこれ数えて10人ほどねの方といろいろお話しさせてもらいました。うちはね、兵庫県の明石なんですけど、東はね、長野県とかね、千葉県とかで、西はね、九州、あと四国の方、もう本当にね、日本全国の方とね、いろんな方とつながれてね、ズームっていうものの、機能、ズームっていうアプリのね、すごさ、時代だなというふうにね、感じました。その中でね、題材に上がったのがですね、質問ですね、質問に上がったのが、高齢者をどのように受け入れてますかっていう質問だったんです。で、その中でね、いろいろな方の意見を聞いて、お話の内容を聞いて、確かにいろんな心配事っていうのはあるなっていうふうに思ったんですけど、私自身ね、この業務に就かさせてもらって、17年、18年、不動産歴で言いますと20年近くやってますので、その中でね、確かにね、高齢者の方を見るリスクっていうのはあるというふうに、ね、感じます。でね、そのリスクとしてね、やっぱり、一番大きなものがね、この2つかなと。孤独死ですね。高齢者の方を受け入れるためにどうしても避けて通ることができない孤独死。あと地方。この2つがね、僕の感覚ではリスクとしたら大きいなっていうようなイメージです。イメージと言いますか、僕自身が日々業務を行っている上でね、実際にあったことで、困ったと言いますか、処理するのに、時間がかかったのはやっぱ孤独死ですね。この動画でも、ね、お話しさせてもらったんですけど、孤独死の残状、そういった話を、ね、聞くのはちょっとしんどいよ、きついよと思う方があるので、詳細は、ね、あとその動画をクリックしてもらったらいいと思うんですけど、確かに、ね、発見が遅れると大変なことになりました。僕のケースで1ヶ月半だったかな、ちょっと遅れてね、処理が大変でした。そのリスクもありましたし、実際その後、ね、お客さんをつけるにあたって、2年ほどで、ね、やっぱりずっと寝かしてましたね。寝かすっていうのはリフォームしてね、綺麗にした状態で2年間やっぱりどうしてもお客さん付けができませんでした。やっぱりそういうリスクを考えますとね、高齢者を受け入れるっていうのは問題だとは思うんですけど、でもね、今のこのご時世ね、高齢化社会にもう入ってますよね。この2020年現在であれば、もう高齢化社会って言ってもう10年以上経ちますんでね、もう当たり前になってきてます。僕の定義ではね、65歳以上がそういった年齢層の方なんですけど、うちの場合はね、65歳の方を1人でもね受け入れてます。全然問題なく受け入れます。それはこういったリスクがありますけど、不動産業というのは一つのね、やっぱり社会貢献っていう部分もね、ある程度やっぱり意味合いとしてあるんじゃないかなという個人的には思います。ですから、65歳以上の方でもね、うちの案件はね受け入れます。保証人がいないよとかいろいろなった場合は、保証会社を使って入ってもらいます。孤独死なんかの場合はね、そういった保証会社の方の保証内容でね、孤独死の費用が一部出たりとかっていうのもありますので、そのあたりはね、またリンク貼っておきますので、保証会社の内容を見てもらえばいいのかなというふうに思いますね。で、あと地方、僕のイメージではね、孤独死も地方も結構大変ですけど、どっちの方が比重が重いか、大変かと言いますとね、圧倒的にこっちですね。やっぱり地方の方はね、結構大変です。地方の方がやっぱり大変だという理由を、いくつか挙げさせてもらいますとね、その地方の方、僕が当たってるケースなんですけど、その本人が悪いわけじゃないですよね。その地方の症状が出てしまって、それに悩んでる方も当然いますので、ね、それがいい悪いではなく、
まずこちらからお話しする言葉がね、伝わらないっていうことが一番、まあ、手を焼く部分ですね。あと何度もね、話しても理解ができないっていうところ。あの、繰り返しね、何度も説明に行かないといけないのと、何度も足を運ばないといけないので、まあ、その手間がね、ものすごくやっぱかかってきます。まあ、そのあたりがね、やっぱり地方の大きな、まあ、デメリットですよね。業務として行っていく上では、やっぱり地方の方もね、あの、一般にお住まいの方も、お家賃は一緒ですのでね、かかる手間の部分で考えると、すごくやっぱりリスクとしてあるかというような感じですね。ただ、最初にお伝えした通り、地方に関してもそうです。孤独死に関してもね、まあ、本人がどうこうできる問題じゃないんですよね。最初にお伝えした通り、社会貢献という意味合いがあります。不動産事業、不動産賃貸業、家主業というのは、そういった意味合いもね、含まれてますので、まあ、そういった部分もね、受け入れる、まあ、自分自身の度量といいますかね、まあ、社会貢献、まあ、地域貢献のためにね、そういった事業を行っていくんだという部分の考えは一つとしてあるのかなと。ただね、これは個人差があると思うんですね。自分自身が、まあ、僕みたいにこの不動産を業としている人であればね、それだけ時間も手間も割くことはできるし、ある程度そのなんて言いますか、トラブルに対してもね、対応ができると思うんですけど、個人レベルでされている方となりますとね、なかなかちょっと厳しい部分がある。まあ、そうなってきますとね、まあ、地方になるかどうかっていう部分はね、その人その人によりますので、まあ、高齢者を受け入れるためにはね、ある程度やっぱり経験を積んでいかないと難しいのかなと。ただしね、まあ、これから部屋を借りる人、ね、高齢者の方っていうのは、かなり必ず増えてきます。もう家でね、あの、申し込みいただける方の、もうそれこそ半数以上になってきてると思います。昔はね、部屋を借りる方って言いますと、20代とか、まあ若ければ10代の方もそうです。これから結婚してね、一緒に住むんだと。賃貸を借りていくんだ。ね、あの、引っ越しするんだ。まあ仕事が変わるんで、部屋を探すんだっていう人が多かったんですけど、今はね、こっち側のパターンがすごく増えてきてますので、これができるかできないかによってね、賃貸経営っていうのは随分変わってくると思います。まあ、そういった意味合いでね、まあ、リスクっていうのは多少ありますけど、自分が許す範囲でね、社会貢献とも思えば、ちょっとでもね、業務としてね、張りが出てくるんじゃないかなというふうに思います。ちょっとね、後半ね、ふわっとした説明になってしまいましたけどね、僕はやった方がいいかなと思いますね。これも経験です。経験したくないという人も多いと思うんですけど、必ずあります。人はいつか死にますんでね、まあ、そういったことで、まあ、いろいろ、まあ、不動産事業の方をね、営んでいけばいいんじゃないかなというふうに思います。以上です。ありがとうございました。はい、実践不動産投資塾塾長の菊ちゃんです。今日はですね、まあ、外出自粛中ですけどね、こんだけ暑いので家の近所をね、ちょっと動画撮ろうかなと思います。家の近所のね、お地蔵さんのお堂なんですけど、わかります？これツバメがね、巣を作ってるんですよね。かわいいですよね。ほらほらほら、わかります？ほらね、唇が、くちばしか、くちばしが黄色くてね、かわいいね。こういう田舎にね、僕住んでます。お地蔵さんでね、よく手を合わせて、まあ、お墓参りしてね、いろいろやっと、あ、うちのおじいちゃんの名前書いてますよ、これ。これうちのおじいちゃんですね。昔はいくらが寄付したかって出てきます。3万円寄付したらしいです。おじいちゃんもう今亡くなってますけどね、こういうところに住んでね、地元をちょっと動画撮っていこうかなね。あ、ツバメかわいいな。結構頭ハゲとんなんだかな。あ、すごっ。
かわいい。行こうか。かわいいな。よし。今日はね、うちの塾生と一緒にね、Zoom の飲み会をやろうかなというふうに企画しています。初めてのね、企画なんですけど、今流行ってますよね、Zoom 飲み会。過去ね、2週間ほど前に誘われたことがありましてね。まあ、1時間ほどちょっとお付き合いさせてもらったんですけど、僕主催の分でね、フリーの、ソフト、まあ、Zoom を使う、まあ、無料プランですのでね、40分間だけのね、制限なんですけど、その間どういう風になるのかちょっと自分でねやっていこうかなというふうに思います。飲み会のね酒は買いましたよ。僕ニラキムチが大好きなんでね、今ニラキムチを仕込んでいます。あとお豆腐とね、まあビール、あと梅酒なんかあったらね十分持つんじゃないかなというふうに思いますので、これからもね、定期的にそういったズーム飲み会をね、していこうかなというふうに思いますので、まあ、熟成限定などでね、もしそういった、コミュニティね、まあ、無料でやってますんで、入るのご希望の方はね、概要欄のところリンク貼っときますので、そちらから入ってみてください。今ねこの人になかなかちょっと出会えないこの時期ね、まあ、どうやって、有意義な時間を使うのか、まあ、人それぞれ考え方はいろいろあると思うんですけど、家飲みっていうのはこれでねだいぶ浸透するんじゃないかなというふうに思いますね。あと、まあ、ゴールデンウィーク入りましてね、今日、まあ、急に暑くなったんですけど、どこにも行けないっていうねこの感じですよね。まあただ仕事はね山ほどありますので、まあ、ゴールデンウィーク中のこのちょっと空いた時間を使ってね不動産を見たりっていうのはね継続してやっていこうかなというふうに思います。あとねまあまあ家にねずっといますとね、お腹の調子がね悪くなりますよね。リズムも狂いますんでね、まあちょっとね今から子供とねキャッチボールでもしようかなというふうにね思います。今日は以上です。ありがとうございました。